実りの秋、稲刈りを楽しむこの男性、実は農家の方ではなく、あの無洗米の開発も手掛けた雑賀啓二さん79歳。今彼が立ち向かうのは TPP 交渉や休耕地の増大、消費額ではパンに追い抜かれるなど米文化の危機。その現状を打破するために雑賀さんは産地や銘柄に関係なく、どんなお米でも栄養価を高められる精米法を開発したんです。そうして生まれたのがあの金芽米。低カロリーであることでも知られる人気のお米です。それを実現したお米の表面100分の1ミリに隠された驚きの健康パワーとは。お米を食べることによってその健康になるというね、まあ、やっぱり世の人々いかにその健康で過ごせるようにするかっていうか大きなテーマですからね。価値を高め生まれ変わった日本のお米を世界にも発信。果たして金芽米を初めて食べる外国人たちの反応は。日本の誇りである米文化を再び蘇らせる精米一筋64年、米を愛する男の飽くなき挑戦を追いました。